おととし旭川で当時中学2年の女子生徒が公園で凍死した問題をめぐり、旭川市議会は今日、いじめ防止のため市や学校の責務を定めた条例を可決、即日施行されました。旭川市議会で可決成立し施行されたのは旭川市いじめ防止対策推進条例です。前文ではいじめを受けて凍死した広瀬爽彩さんに対する当時の対応が不十分だったことへの反省を明記。広瀬さんの家族からの要望を受け、市がいじめを受けた児童生徒と保護者に寄り添って支援し、情報を適切に提供するという規定を設けました。また学校や市教委が適切な措置を取っていない場合、市長がいじめを行った子どもについて学校などに出席停止を勧告できるとする内容も盛り込まれました。